こんにちは。少年革命家ユダボンね。いや、私ね、このユダボンってこうなんか妙な子が出てきたなと思ったんですけども。でも妙な子ってことは個性的でいわゆるみんなと同じじゃない。特徴的な男の子ってことなんでものすごくいいなぁと思ってるんですよね。こういう風なあのー、誰にでもできるようなことじゃないけども、やってのける。この違和感こそが新しいエネルギーだと思うんですよ。 なんかこうねなんか常識破りっていうかね型から外れたようなちょっとハンデをしたような男の子じゃないってところがいいじゃないですか、うん、でもまあちょっと心配事があるといえばの少年革命家ユダボンってちょっと大人っぽくなってきちゃったんですよねだから少年というよりもなんかねちょっとこう大人と子供の中間みたいなことになってああ賞味期限短いなと思ったんですよだかかららこれから 少年革命家ユタポンっていうのが例えば30歳になった時に少年革命家ユタポンだーってなかなかなんないと思うんでそのキャラクターの切り替わりがどういうふうになっていくのかなっていうことですよねだから本当にねずっと少年でおいてほしいなって思うのが本当気持ちですよ例えば1 2三3歳のまんまで少年革命家ユタポンくんが30年後も40年後もいてくれたらこれはものすごいキャラクターになると思うんですよねでもドラえもんやサザエさんみたいに年を取らないっていうわけではなくってやっぱりね 白髪もももも出出出ててて、くれれば、ば小じわわてきてニキビも出れば背も伸びるわけですよ。そうなった時に少年革命家ですってなかなか言いにくかったりとかあのジャニーズのさ少年隊っていうのがいるじゃないですか少年隊ってみんな,なんか理機ぐらいでしょでもなんか少年隊って言ってもおかしくないようなね見栄えがするんでああいう風な素敵な年の重ね方をしていってくれればなと思いますよね 本当にね少年革命家ユダポンがずっとね10年後も20年後も少年革命家としてあの麦わら帽子と、うん、短パンと赤いアロハでねいてくれることを願うんですけどもまあユダポン自身もね新しい人生見つけちゃうかもしれないし今だけユダポンに楽しませてもらう本当に瞬間瞬間大事だなと思いますでもこうして同じ YouTube というねステージでやっている共演していると言ってもいいかな うん、私なんかとは格が違いますけどねほんとユタボくんすごいなと思いますけどもいやそっと見守らさせていただきます本当になんかこういろんな常識的な人に負けないでほしいですよね、うん、非常識が全ていいってもんではないですけどもでも少なくともユタぼんちゃんは少年でありながらいわゆるね、うん、暴力的な大人の群れに飛び込んでいってまさにねあの ワンピースのルフィみたいにいろんな百戦錬磨のこうライバルをねこれから見ていくんだろうなと思います潰されずに磨かれてほしいなと思いますねじゃあまた会いましょうゆとぽんちゃんいってらっしゃい